I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能、今日は展覧会会場からお送りしています。あはー、響きますね響いてしまいました。前回のビデオでは、人は本来誰でも15色60種類の才能を持っていますというので、で、ダメな部分という陰の要素が叱ると強化されるよって言ったその才能の目を先にお伝えして、それが褒められるとどのようになるかというのを先にお伝えしてから自分の告白に行きますかね。赤色が激しさ、叱ると逆切れして物を投げたり叩いたり、オレンジ色がわがままで意地悪、叱ると反抗的な態度をとってあっかんべーをしたりとか言い返します。黄色が、これなんかあちこち言って見にくいですかね。黄色が集中力がなかったり忘れ物が多かったり、他の国に行っちゃうのを叱ると、具合が悪くなって他のことを考えて、より別の世界に飛んでっちゃいます。黄緑色はおしゃべりで嘘つきな子を叱ると、頭の中が混乱して言い訳を始めるんですね。だから嘘をどんどんこう上塗りしていくような形になっていきます。緑色の優柔不断でへこみやすいのを叱ると、悲しそうに黙り込んで余計に優柔不断になりますね。本当に困っちゃうんです。どうしたらいいかわからない。で、水色泣き虫怖がりは叱ると余計に怖がって震えたり怖がったり怯えたりして動かなくなっちゃいます。青色の理屈っぽいのや神経質なのを叱ると不満を漏らして、理屈で対抗して文句を言います。この子たち暗記力が強いので、時こう言ったけど今はこう言ってるじゃないかみたいな感じでやり返されますよ。紫色はこの子たちって言ってもですね、人は誰でも15色全部の才能を一人の人が持っているわけですからね。誰か特定の人の話ではないのでよろしくお願いいたします。紫ですね。紫色は言動が変わっている、列からはみ出す変わり者を叱ると、めんどくさそうにして興味なく他のことを考えたり始めたりする、全然意に返さない感じですね。桃色、甘えん坊で依存的なのを叱ると、拗ねたりとか座り込んだりとか余計にこう頭甘えてきてこう体をこうもたれかけさせたりとか、そんな感じグズグズな感じになっちゃいますね。薄だいだい色の内弁慶や言葉が出ない、挨拶ができないというのを叱ると、黙って聞いていて考え込むんですけれども、とにかくコミュニケーションを取らなくなってしまいます。それから黄土色の意地汚くてがめついのを叱ると、自分の正当性を主張して自分の意見を曲げません。自分は正しいんだと。茶色の怠け者で反応が鈍いのを叱ると、まあまあまあそんなに怒らないでというふうにこちらがなだめられてしまいます。黒色の残酷だったり気味が悪いのを叱ると、無反応とか心に響かない的外れな感じ、なんでそんなことでこうイライラしてんのかなみたいな、そんな感じの反応になります。灰色の地味で反応が薄いのを叱ると、全くこう無反応なので理解しているのかどうかわからない、反応が薄いいい感じで、余計にこう自分自身を隠すようになりますね。白色の気持ちが狭い潔癖症、こう縄張り意識が強いのを叱ると、
よりこう無表情でこう自分の心の中に壁を立てて自分の心の中に踏み込ませないというような状況になります。ちょうど5分になりましたので、これが2番目ということで、次の動画では、じゃあ叱らずに育てると何になるっていうのを言ってから私の方に行きますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。 I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね、バイバイ